こんにちは、それ、ほんと、芸能ニュースチャンネルです。今回は、高橋一生、熱愛報道の代償が悲しすぎる、ついてです。以下引用。高橋、一生の深く22歳森川葵との熱愛報道に嘆くファン、せめて年上に、飛ぶ鳥を落とす勢いの人気を誇っていたはずの俳優高橋一生、37、が悩みを抱えている。これまで主に30から40代の大人の女性ファンから圧倒的支持を受けていたが、ここに来て陰りが見え始めたというのだ。その原因が女優森川葵、22、との熱愛報道。名優、だけに、すぐに仕事の需要がなくなることはなさそうだが、若手女優との交際で肝心の俳優業が怪しい雲行きになっている。昨年、NHK 大河ドラマ、女上司。ジョクトラに小野マサジ役として出演した高橋は物語の半ばで非業の死を遂げるとマサジロスと大騒ぎになったほどの反響を呼んだ。先月終了した NHK 連続テレビ小説ワロ天下にも出演しドラマ界で一大ブームを巻き起こした。ところがつい最近までドラマ界では視聴率が欲しくなったら高橋を出演させろと言われていたんです。それが最近、この定説に多くのテレビマンが首をかしげるようになった。なぜなら数字がついてこないから。潜在視聴率も、かつては 10% 超えと言われていたのが、今や4から 5% しかない。おまけに、高橋が出演する CM も、好感度調査でだだ滑り状態。あまりの人気急落ぶりに、本人も関係者も、慌てているんです。芸能プロ関係者、理由は至極明快だ。今年2月、写真週刊誌、フラッシュ、で森川との熱愛が報じられ、人気が急激に落ちているからだ。高橋のイメージ戦略というか、売れ方が自らの首を絞める形になったと言った方がいいかもしれない。彼は年上の女性に好まれるようなイメージを巧みに植え付けることで、ブレイクした。ドラマや映画を見ても役柄は圧倒的に年上女性との恋愛話が多い。だから、彼を支える女性ファン層の大半が、30歳以降に固まっているんです。同関係者、それなのに、実際に交際していると報道された相手は年下。ましてや22歳の森川が、せめて付き合え、んだったら、年上にして欲しかったと多くの人が思っているんです。結局、若くてピチピチした22歳の女性を選んだと知って愛想を尽かしたんです。テレビ局関係者、俳優としての人気を V 字回復させるには、若い森川と別れるほかなさそう？視聴ありがとうございました。毎日配信していきますのでぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。